くっそー、ろくでもない時間だったな。もうちょっとだと思ってたのに、あの台結局全部吸い込んでいきやがった。あー、むしゃくしゃするぜ。いや、落ち着くんだおそ松。ここは切り替えるんだ、呼吸を整えるんだ。こうして俺の研ぎ澄まされた判断力により、次の舞台、俺の能力が最大限に活かせる場所、そう、競馬場へ。なんてったって100円からチャンスをつかめる素晴らしい場所だからな。到着。え、あれ、え、嘘だろ。なんだよ、あと1000円はあると思ったのに。さっきのパチンコで思いのほか吸ってたのか。いやいやいや、落ち着くんだおそ松。切り替えるんだ、ここからは行動力を発揮するんだ。電話して誰かに軍資金を持ってきてもらおう、チョロ松を。いや、落ち着けおそ松。チョロ松は俺の代わりにお使いに行ってもらって家にはいない。市松はどうせ猫と戯れにどっかに出かけてそうだな。十四松はめんどくさそうだ、電話すんのはやめよう。トッティなら来てくれるはずだ。っていうかこれ、トド松の携帯パクってきたんだった。くさ、あ、カラマツは今日家にいるって言ってたな。頼むぞ。はい、こちら松の家次男カラマツだ。おー、カラマツ、よく出てくれた。カラマツ、実はな、俺の財布に恐ろしい異変が。あれ、この財布よく見たら、カラマツの財布。もしもし、おそ松、どうした。カラマツ、やってることは確かにクズかもしれない、だが高い判断力と機転の効いた行動力は意識高いクズとして称えられてもいいんじゃないかな。いや、意味がわからん。